はい皆さんこんにちは村長です今日もアフィニティデザイナーこれをお話しするんですけれども今日からは iPad 版を少しやってみようと思います村長ミュージジックスタジオ今画面にありますようにこれが トップ画面と言ったらいいんでしょうか3つ目の新規というのを押します基本的な操作はよく似ていますそしてここで web のフル HD これを選択しますそしてこちらの方でもアートボードは作成しておきますここですねそして ok を押しますこうしますと今日はですねマウスをつないでいます iPad に Bluetooth のマウスをつないでいます。そして左のところにこうボタンがありますよね。ここはですね、ショートカットキーを押したりするときにできるようなそんなアイコンなんですね。このようにコマンドを押して、そして操作をするとかいう風にできるようになっています。よくできてますね。そうしましたら、まずは 四角や丸を書くのもテストしてみましょう。ここで四角を選びます。はい。このように書けました。このカラー調整をするのには、ここの今白い丸があるんですけれども、ここを押すとカラーの調整ができるようになっています。そして今白になっていますが、このように赤くしたり、 青くしたりここで選べれるようになっていますまた一番下にスウォッチがありますのでスウォッチにするとこのようにパレットで選ぶことができますこのようにカラーは選択できます上のスウォッチの左側を押すとカラー選択をできるようになりますこのように色を 選びます最初に言うべきでしたけれどもこの iPad 版のアフィニティデザイナーは23000円で購入することができます確か今キャンペーンでは1000円台でも購入できると思いますのでパソコン版が6600円に比べてとても安いです でもできることは基本同じですので、まずは iPad 版で試してみたいという方はそういう購入方法も悪くはないですけれども、でもユニバーサルというのを購入しておくと PC 版、Mac 版、iPad 版が何台でも使えますので、購入するときにはよく考えてから購入をいたしましょう。そうしまして、例えば 丸を書くときはパソコン版だったらここに四角とか丸とかあるんですけれどもここではクリックをしますとこのようにたくさんのデザインが出てきます例えば星型を選びますそうしましたらこのように星型が書けるようになります上の方で星の山の数を変更したりもできますここでこのようにすると 山の数を変えることができますし内径というのを選ぶとこのように中央の丸い部分の大きさが変わるようになっていますこのようにして図形は書けるわけですちょっとこれは消してみましょうこのように囲みましてそしてパソコン版ではデリートキーなどで消せるんですけれどもこれの場合は 図形を長押ししまして離しますとこのようなウィンドウが出てきます。ここに削除というのがあります。ここで削除をします。このような操作性です。ちょっと文字を入力してみましょう。左側の下の方にアートテキストとフレームテキストというのがあります。パソコン版ではアーティスティック テキストという長い名前になっていますが iPad 版ではこのように省略した名前になっていますじゃあここでアートテキストを選びますそうしまして自分が任意の大きさでこのように書きますとキーボードが出てきましてここで入力ができますはいこのようにもちろん漢字も打てるわけです確定をしますそうしましたら このようにサイズや場所を自由に変更できます。そして日本の指でヒンチと言うんでしょうか。このようにするといつでも拡大縮小が簡単にできるようになっています。このようにしまして、この ABC という風になっていますけれども、パソコン版と一緒で上のちょっぽりですね。ここを押すとこのように回転ができます。 指でできるということはとっても便利です。今、画面の上の方には反転するツールもあります。これを左右反転してみましょう。はい。こんな感じに反転ができます。90度回転していくこともできます。このように 文字や図形が描けます。右の方にもパソコン版であったほとんどの機能がありまして、例えば絵を入れたいというような時には、このアイコンが図形ツールです。このようにしましたらストックが表示できます。そしてここにフラワーとでも打ちましょう。 そして確定をしますとパソコン版と同じようにこのように図形が出てきますので少し長押しをしてそしてキャンバスに持ってきます指でこうやって拡大縮小ができるのでとっても便利ですねそしてカラーグレーディングもできますカラーの調整はこの半月のようなアイコンですこれを押しますと 左に調整メニューが出てきます。そこで、例えばカーブというのを選びますと、このようにカーブの詳細が出てきます。そして、このグラフみたいな絵のところを押すと拡大されまして、そしてこのように色が変更できます。もう一つ点を打ちます。ここらの操作は、 ほととんど PC 版と同じです,ですから昨日お話しした文字の縁取りなんかも簡単にできるようになっていますちょっと選択をして消します文字を入力します はい。このように ABC と入力しました。この ABC という文字をちょっと黄色っぽくしておきましょう。今は黒ですが、スウォッチから黄色を選びます。そうしまして、縁の色を決定します。今は縁がない状態になっていますので、青にします。はい。青の縁ができましたが、太さが 細いです。その下のところにこのようなツールがあります。ここで線の幅を変えることができます。詳細メニューがありますので、この整列のところを外側に膨らますようにします。このようにできましたら移動ツールに持ち替えまして、これを長押しします。するとこのメニューの中に グループ化というのがありますので、グループ化してみてください。そうしましたら、これがレイヤーのパレットです。このようにレイヤーパレットが出てきまして、グループというのになっています。このグループを選択します。そして FX というのがありますので、FX を選びまして、アウトラインをオンにします。はい。このように、 アウトラインがオンにできました。そうしまして、アウトラインのところを押しますと、左の方にこんなバーが出てきましたので、下側のバーを上げると、このように外に線ができました。いわゆる線の太さですね。これを変えることができます。そして、この線の色が今黒いですけれども、この黒い色を変えるのが、 上の黒のところです。ここを押しますとカラーのパレットが出てきます。スウォッチででも指定できますし、その隣のカラーをすると、ここでも設定ができます。そのカラーの中には今はラブスライダーという風になっていますが、ここを変えていくとグレースライダー、そしてカラーホイール、HSL、このように変えることができます。 そして話はスウォッチに戻しますけれどもここで緑色というようなものを選んでみますするとこのように緑色がついたわけですこの緑色の透明度なんかも変えるのはここですここで透明度を変えて薄くすることもできますこのようにもうパソコン版と同じようなことができますファイルを書き出すときも 同じです。左の上の方にアフィニティデザイナーのアイコンがあります。ここを選択しまして、一番下に書き出しというのがありますので、これを選びますと、このように右に画面が出てきます。ここですべて書き出しというのを選択します。このようにどこに書き出しますかというので、この iPad。 という風にします。アフィニティデザイナーのところに保存します。ということで、完了というのを押しましたら、書き出しができました。元の編集に戻るのは、左上から2つ目のこのグラフのようなアイコンです。これを押しまして、デザイナーというのを選択しますと、これでまた編集モードに変わります。今日は解説というよりも、 iPad 版でも Windows や Mac 版とほぼ同じことができるということを皆さんにお伝えするためにこの動画を撮っています iPad だけで十分作ることもできますので PC 版や Mac 版がいらない方はこれで作るのもいいでしょうとっても素晴らしい Affinity Designer の iPad バージョンを今日はご紹介しました 村長スタジオでした。